ウッチのオールマイティなイメージがあるな。苦手なタイプはあった？ありますよ、やっぱり。あの最後あれね、2回やって、はい、あの誰だっけ、ポラレス苦手ですね。あ、ちっちゃくてねスピードあるタイプ。あ、そっか、苦手でしたね。入ってこられる、やっぱファイターね、ファイター結構好きなんですよ、うんうん、僕は、うんうん、ただコラージュの場合はファイターっていうよりもこう距離を取っといて、うん、瞬発力がピューンと飛んでくるんですよ。あ、そうなんだ。あれが苦手で、そういうイメージだった。あれが苦手でブンってくる感じだった、はい、そっか。あー、リーチ長いじゃない。はい、まあね、ジャブうまくてさ、うちはさ、それでもやっぱ入ってこれたんだ。あ、そういうの苦手なんだ。苦手です。そうなんですよ。ドファイターは逆に、ドファイターは全然あのもう割と好きでした。そっか、はい、疲れないドファイターって。まあでもなんかやりやすいっていうイメージなんですよ、ドファイターは。ああ、うん、そっか。やっぱり入ってくる前にこうやってアッパーも打てるし。じゃああれはアウトボクサーは、アウトボクサーも好きです。そっか、はい、だからそんなにすごい苦手ってのはなかったです。だからその人要は自分よりちっちゃくて、うん、瞬発力が厚が苦手でした。そうなんだ。スパーンって飛んでる。うん、そかそかそか。今ちょっとパッと浮かんだのが、あの天心選手なんかすげえやっぱスピードあるなと思って。ああ、スピードはありますね。ああ、はいはい、瞬発力もあるイメージがあるんだけど。でも、あ、いや、ありますよ、スパーン。だから、もしかしたらね、ああいうのペッて速いじゃない。そうです。だから天心は縦の動きなんですよ。うんうん、前後の動きなんで、そんなやりづらさないと思いますよ。ああ、そっか。やっぱその低いところからとか左右からのスポーンってのがちょっと苦手で、うんうん、あの天使の話になっちゃったけど、はい、どう？いやいけると思う。いや、世界飛んじゃないですか。あ、そう、はい、そっか、才能はすごいね。いや、全然センスもあるし、ね、うん、実力もあるし、うん、そっか、多分取ると思います。あ、はい、これから誰かいる？期待して天心選手以外で。いやいや、スリータリーもいっぱいいますけど。いっぱいいるんだ。いっぱいです、いっぱいです、はい、詳しいなボクシング。いや、めちゃくちゃ見てますもんね、僕。そっか、俺引退したらもうやっぱだいぶ見ない。見ないですか。もうそのやっぱ自分が全、ね、現役でやってる時、はいはい、オタクめちゃめちゃ、だからいろいろ知ってる。時代違うけど、はいはい、デラホヤもメイザー、はいはい、メイザーも見てたけど、あのデラホヤだったり、あのトリニダード好きなんだよね。あ、トリニダードデラホヤって、あ、トリニダードが勝ったんだ。ああ、デラホヤアウトボクシングしちゃったんだよ。それで負けちゃったんだな、トリニダードデラホヤ。で、クオーティーとデラホヤはデラホヤ。はい、デラホヤでした。ダウンの差で、最後ダウン取ったんだよ。はい、アイククオーティーが好きだった。ああ、そうなんですね。うん。通称バズーカですからね。そうそう。アイクオーティーのニックネーム。あの世代、あの時の世代なのよ。うんうん、よーく。はいはい。何歳今いくつでしたっけ ?49。あ、僕の5個上ですね。今僕44なんで。ああ、まだヤング若い若い、44なんだ、まだ。40です。あ、そっか。最後何歳までやったの？36です。7で引退したんで。そっか、はい、まあほぼ一緒だわ。ほぼそうですね。うん、36の時に俺36の時か、俺亀田に負けた。あれが最後ですか。で、その後一回復帰戦して、それが最後。あ、そうなんですね。うん、うん、まあね、まさかそんなにやると思わなかったな、はいはい、うん、でも一緒だったんだね、うん、36で引退したの。そうです。あ、まあ引退したら7ですね。7。あ、そうだ、すごいね。大晦日だから多分37になって最後試合したんですよね。すごいね。あ、最後あの立場逆でチャレンジで判定負けて、おお、やった、37までやったか。やりました。すごいね、そこまでやると思った。いや、思わないですよね。え、あ、俺も全然思ってなかった。で、意外とさ、やってたら意外と、あ、体力も全然衰えないなって思いました。はい、ああ、それは俺も思った、はい、結局今の時代はやっぱりいろいろ改良されてるから、はい、年齢そんな俺気にしなくていいのかな、うん、そうっすね。だから本当、一昔前は30はもう、もう引退って言われたんですね。30超えたら引退だな、もう終わりだな、うん、下る一方だなって。でも全然関係ないです ね、うん、俺もトレーニングも変わったし、まあ人間としても体も多分変わってると思うんですよね。うん、進化してるというか、うん、もう一緒やっぱりトレーニング方変わっても、もう最初こうやって言われたんだから、1年365日あるだろうと、はい、365日中
何日どれぐらいトレーニングしたら強くなると思うって、うんうん、自分最初に、365日中300日ぐらいですかってわざと大げさに言ったら、365日中365日練習するやつが勝つんだって思うさ一日を休まないとかって、はいはいはい、絶対休まないとダメ。でも体壊れますね。そうそうそう。で、あの俺も古い人間だからもうやっぱやればやるほど強くなるって思ってて、はいはい、あのねトレーナーに言われたのを一回やあの休めようって野木さんの時に、はいはい、休めようって言われて、あの世界チャンピオンになって2度目か3度目ぐらいの防衛から、はい、僕ね週休2日になったのよ。トレーニング、はい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 、ありえないと思ったの。週休2日で、ね、僕そうですよね、だからちゃんと分かってる、うん、俺は古いから体を痩せないとやっぱ強くなれないと思ったね。で、もう言われたのがないと思って、もうすげえ怒ってたのに我慢しながらトレーナーがね、頼むから俺の言うこと聞いてくれと、はい、ね、昔と違う今は休むのもトレーニングだっていうのを言われて、はいはい、そうそうですね、もうさ昔じゃありえないじゃん、はいはい、ね、水飲むな世代だったから俺は、うんうん、で、そっかって時代時代そうだなって今じゃもうやっぱなんだろう本当あの、まあ、まともなこと言うとこう科学で証明されてるからね、はいはいはい、根性論の時代だったから、うん、やっぱやればやるほど強くなると思ってたから。そうですね、まあ今はもうね休みがトレーニング本当にね2日、あそうだったんだ、はい、へえ。僕はもう30超えてから週2日ですよ休みは。うんうんうん、ロードワークは毎日やっぱりやってた。いや、ロードワークっていうよりも基本やっぱダッシュ系が多いんで、ダッシュ系やったりパワーマックスやったりとか、終わってから最後軽く8キロぐらいは走る。キャンプとかもやんないです。そうなの。いや、よくスタミナ持ったね。だって別に走るスタミナつけたって僕は意味ないと思ってるんで、でダッシュ系とかそういうのでいいと思うんですよ。あと俺基本ボクシングの2ラウンドやるんだよ。でボクシングのスタミナでいいと思うんですよ、うん、それこそだってやっぱ走んないでスタミナ。でも走ったってすごいな。別に陸上選手じゃないんで、で例えばマラソン選手がじゃあボクシングやらしたらスタミナがめっちゃあるかって言ったらそうでもないと思うんですよ、うん、やっぱ体の全部の動きなんで。ボクシングのスタミナは基本僕、まあ、ダッシュ系とかそういうのとあとボクシングで。いや器用なんだよ俺やっぱ俺本当に不器用だったから、うん、なんだろう、まあまああとボクシング始めたのも遅かったからさ、はいはいはい、テクニックはなかったかな、だから、うん、うん、だからそうね、あのね自分でやっぱ思う、わかるんだけどやっぱスタミナついてからやっぱりだいぶ全体的に強くなったっていうのも感じてた、はいはい、うん、なんか自分で言ったんだけどやっぱり、ね、軽量ではパワーあったのよ、はいはい、で4回戦のうちなんかはあのもう1ラウンド絶対もう取られたことないね。みんな逃げるし、はいはい、で2ラウンドになると互角になる。で3ラウンドになるともうプロボクサーから一気に練習生ぐらいになっちゃう、はいはい、で4ラウンドになるともう素人になっちゃうもうどんどん落ちていくのよ。あ、そうなんですね。そうそうそう、だから前半だからそうだね、もうスタミナあるイメージですかね、ナイツさんが。そうだ、世界戦もうデビューしたてとか日本ランカーの頃、もう日本ランカーになってからだいぶバレバレで、あ、うん、もうあいつスタミナない、はいはいはい、だから前半は耐えろっていうのが作戦だったらしいっていう、うん、で、いやでスタミナついてまあ本当強くなったかなって感じかな、はいはい、不器用なボクシングしかできなかったから、なんか攻めるっていうさ、うん、じゃあまあ内さん話したんですけど、内さん今あれですね、ジム探してるんですよね。そうやっちゃってフィットにしてるんですか。そう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 、ボクサーボクシングの、うん、あ、なるほど。やっぱり今までね思ってなかったんだけど、はい、でもやっぱりこのまあもう何年か前から探してはいるんですけど、そうですね、言ってましたもんね、ね、うん、でもコロナがあったりなんだりで、うん、でまた探し始めてるんだけど、まあゆくゆくはやりたいなと思って、まあ、地元の近くで。そう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 、やっぱりボクシングで救われた人間だから、はいはい、うん、最後はやっぱまたボクシングに戻りたいなってやっぱ今思ってる。何を教えたいんですか、うん、何どういった人に、そうに何を教えたいとかあります。とりあえず今のところね、
プロ加盟は考えてはなくて、あの、なんか俺の話で申し訳ないんですけど、いや全然全然いいです。まず一つは自分がなんでボクシングやったかっていう、ほらすごい学生の時すごいいじめられてたんです。だからちょっとこう悩みの、ね、はい、ある子とかをなんかもう本当大げさな話、駆け込み寺にしたいのよ。いやもうなんかちょっとでもなんない、怖い怖い怖い、はいはい、うん、引きこもりのことだ。そう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 、で体力つけさせてあげて自信をつけさせてあげる、はい、うん、喧嘩に強くなるとか、そうもちろんそういうんじゃない、うん、ボクシングで肉体も精神的もやっぱ強くなるじゃない、そうですね、うん、でそれであと楽しいとこだよっていうのも教えて、はい、あともう一つはダイエット、ダイエット、痩せさせる自信あるな。本当っすか。あるなだあ、あそこうちその減量してないですよね。減量全然しないです。でも詳しいでしょ、この減量めちゃくちゃ詳しいっすよ。そうですよ、そうですよ、はい、それを教えてあげたいな。あ、なるほど。あの女性にはもちろんだけど男にも教えてあげたくて、はいはい、うん、痩せるってこういうことや、こうやったら痩せるよっていうのを、うん、やっぱり俺ノウハウ分かってるじゃない、はいはい、うん、だからそういうのを教えて、で 女子って痩せる、こうやって痩せる、こうやったら痩せるよとか教えるじゃない、はい、すごい喜ぶ喜ぶ女子って。奥さんに怒られますよいやいやいや、別にそういう話じゃないから、はい、奥さんもだって教えてるし、まあそうですね、うん、だそういう、うん、そうね、人のなんかね役に立つようなことをこれから知りたいなと思ってさ、はい、うん、いや、ちなみにあの世界取れると思ってなくて、はい、あの3度目の世界戦決まって、そしたらまたポーサクレクラって聞いて、うん、うわ絶対勝てないと思って、でも諦めないで一応やるにはやるぞ、でもちゃんとやっぱり負けた時のことを考えてはいけないと、はいはい、結婚して子供もいたから、で就職も決めてたん。あ、そうなんですね、うん、いやーまあまあ勝てると思ってなかったから。え、宮田ジムですか悪いね、ほんとに。いろいろ内藤さんのいろんな部分を聞いたんで、今日は全部カットせずすべてダメだってダメだよ。まあちょっとあのまたぜひあの今度焼肉、焼肉をまたぜひよろしくお願いします。はい、今度は、はい、今日はありがとうね、飲みもぜひよろしくお願いします、ね、ありがとうございました、はい、今日は内藤大輔さんでした。ありがとうございました、ご視聴ありがとうございました、皆さんチャンネル登録もよろしくお願いします。